みなさんこんにちは。くまパンチャンネルのナビゲーターこびです。とこちらがくまパンです。今日はこのプロリフェラの、増やし方についてお話しさせてください。ランナーを伸ばしてこれヒューヒュー伸びてますよね。たくさん肉厚で可愛いセダムですよね。寄せ植えにもぴったりなのでカットしてね、増やしていこうと思います。まずは、増やし方ね、葉差しでもね、刺し目でも簡単に増やせます。よいしょ。例えばこの辺ランナーでこう伸びてるところに切りますよね。ちょこっと、あ、なお切りすぎちゃったかしらね。こんな風に切ってこの下のところをねちょっと取って、あ、すいません、ちょっと長すぎましたね、これね。もうちょっと短い方がいいですね。これを、立てかけて風通しのいい半日陰に置いておいてあげれば、バッチリです。こちらの方の、もうこの、ランナーではなくて、本体の方が、こう、本体の方が伸びてきている。こちらもね、カットして刺し放題作ることができます。例えば、ポンと切りますよね。あ、飛ばした。そして下葉を外して、こちらも半日陰にこう立てて、ラックなどに入れてこうやって立てて乾かしておけば、どんどん刺し穂が完成します。それから葉差しなんですが、それよりももう大問題というか、この鉢なんか満パンになってました。植え替えた方が良かったような気もしますが、でこの隙間にもうね、今横から見えるんですけど、葉がね結構落ちてますね。この葉をちょっと拾って、そして葉差しをしようと思います。あ、ラッキー。今こう例えば隙間に落ちていた葉からね、根が出て発根して、もう葉差しが成功しかけていますね。これもうちょっとちゃんとこのままだと鉢のね、クマパンどうした、鉢のこの隅の影に押されちゃってうまく成長しないので、こうピンセットでね、こう隅に落ちた葉をちょっと今日は拾い上げてあげようかなって思っています。多少のためにカットしてね、できた葉をね、土の上にいつものように葉差しをしておけば、それも簡単に増えます。そしてこちら今、お花が咲きそうですね。お花が、可愛いお花が咲きそうなので、もうこのままそーっと、あまり、だから植え替えはしたく、実はなかったんですね。これお花が終わって落ち着いたら、もう一回り大きな鉢に植え替えてもいいかななんて思っています。というよりもこの横の隙間に、やっぱり強欲なのかしらね、クマパン。私はこの隙間に落ちた葉をね、やっぱり拾いたいって気持ちがね抑えきれないので、動画を撮っていることを忘れて、またすいません。あ、本当に発根してる、ラッキー。この動画を気に入っていただけましたら、グッド&チャンネル登録もよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしかったらそちらもご覧ください。あ、ちょっとさっき言い忘れちゃった。葉差しとかね、刺し目、土の中、乾いた土の上にこう刺したらば、まあ2週間ぐらいで、この時期だと、成長期の春にやれば2週間ぐらいで発根するので、あっという間なんで、皆さんもよろしかったらお試しください。ということで、すいません、長くなりました。ではまた次の動画で。you